台中港旅客ターミナル台中港総合事務ビル青切西区は台湾台中市の四角区。青切西区は台中市西側に位置し、東は砂四角と、西は台湾海峡と、北は清水区と、南はロンチン区と、それぞれ接している。東西は約 3.75km、南北は 4.242km であり、平均海抜は 4.7m。 北東から南西にかけて緩やかな下り勾配を形成している青霧聖区は古くは、竹井忠穴または、ゴ砂サと称されていた。現在の地名は、大鳥飛青霧不正、比例線不倫、非築法不織から命名されたものである。青霧聖において、漢字による開発が始まったのは、新代の後期末年である。当時は、先週不安定進行、 南安などからの少数の移民により、小規模開発されたに過ぎなかった。しかし、県立年間になると、福建をより大型帆船による海上貿易が開始されると、青切製の開発は急速に進むようになった。同行年間には、港が、坂へ、桟橋に商船がへさきを連ね、貨物を運搬する牛車は線量を数えるほどの繁栄を極めた。 同光年間は、郷西と称され大原、中保に帰属していたが、1891年に、青桐成功と解消され、現在の地名となった。日本による、台湾統治後の1920年、台湾の地方行政区改革により、青桐聖と、砂地下のカモハハ両が合併し、台中州大公軍青桐聖港町と、解消された。また、日本政府により、青桐聖に、 健康建設が決定されたが、こちらは日本の幸福により、工事途中で放棄されている。戦後は青霧り聖鎮と解消され、2010年12月25日より、大中堅市合併につき、青霧り区となり、現在に至っている。青霧り区の農業は、水稲、野菜、卵が中心である。水稲栽培は主に南、関、福井佐大王 大村、高野、栄安市、栄安里地区で行われ、作付け面積は600エーカーを超える。野菜は、葉野菜を中心として、全域での栽培となっている。青切西区の農業の特徴として知られているのが、卵の栽培である。現在は、養卵を中心に栽培され、今後は専業化とハイテク化を目指す農業モデルとして、期待されている。政府は、 台湾中部の漁業振興を目的に1980年8億5千万元を投資して青切生漁港を大規模改修し1984年5月より正式に供用された青切生漁港は台湾でトップクラスの規模を誇る大型漁業であり水域面積27エーカー陸地面積2.4エーカー収容能力は50トン以下の漁船を245隻、 収容することができる。漁港供用開始当初は、商工法の制約があり、漁船の出港に制約があり、不便を期待したが、その規制も次第に緩和され、1989年に自由通行が実現すると、各漁業施設が建設されるようになり、その当時の台湾商漁業,業局は1992年8月28日、青切製漁港を正式によし、 対中港無局の管轄に移管させ、港湾需要に応えると同時に、レジャー観光業での発展も計画された。現在漁港には、卸売市場のほかに、漁民センター、休日魚市場、漁具販売区、漁網整備場、漁船整備施設、倉庫、駐車場、観光客休憩所、漁港公園等が設置され、鮮魚や、乾物のほか各種海鮮料理を提供する。 飲食店が整備されている。青桐生漁港では、本寺漁船は多くなかったが、休日魚市場魚と漁具販売区が設置されると漁港内で、水産物を販売し利益を上げる動きが強まり、台東や宝庫の漁船船籍を移動し、漁民自らも移籍するケースも出現している。現在青桐な港籍の漁船は50隻を超えている。 大部分は50トン以下の小型船舶であり、近海漁港に従事しているが、これ以外にも、両岸関係の改善により大陸関係の漁業資源を取り扱う可能性を有す等、潜在的な発展の可能性はなお大きい。都市化が進み、人口が増加した青切り製では環境への影響を考慮し、小規模の牧畜業として、養豚場、養鶏場、 用カモバを中心に存在している。近年台湾が w t o に加盟したことと、環境保全設備の整備が行政により指導され、高額な設備投資が必要になったことから、生産性の低い業者は淘汰されつつある。今後は生産性を高め、国際競争力をいかに向上させるかが課題となっている。 工業方面では、青切製区内に1980年に 143A 化の関連工業区が完成し、現在100社を超える工場が創業し、5000人を超える雇用を創出し、1000億タイドルの生産額を誇る。関連工業区内の産業は、食品加工、プラスチック製造、四季関連、化学、電子電気、宝石、木材加工、金属加工、 自動車修理が大部分であり、その中でもガラスを生産する大波工業の規模が、最も大きく30エーカー余りを占有している。その他の大規模工場としては、愛知みやび、副大麺業、森香おり人、花元食品などがある。経済部加工輸出区事務所中港市所ビル青切り、精神竹宮。ありがとうございます。